で僕の両親のルーツが外国にあるんですけれども、まあ、ちっちゃい頃から日本と外国を行ったり来たりする生活が続いてまして、物心がついた頃からその将来自分がやる仕事っていうのは、まあ、グローバルなチームメンバーと一緒に何か作るっていうことをなんとなく意識はしていました。自分の仕事が今楽しくて仕方ないというのが、まあ、率直な気持ちです。サウジアラビアはビジョン2030というすごく大きいビジョンがあって、やっぱりこの国の 70% の人口が30歳未満っていう若いっていうエネルギーもありますし、やっぱり可能性に満ち溢れてる国だなと思っています。僕の仕事は植物工場システムを通じた新しい農業の常識をサステナブルな形で作り出すことです。植物工場っていうのはインフラ×農業の事業だと思っていて、最初のきっかけは基礎インフラの事業とはちょっと違った角度での新しいインフラの事業が何かないかっていう、そこで巡り合ったのが植物工場のソリューション。この工場はもともと砂漠のど真ん中にあるさら地で、去年工事を開始してようやく外壁が建って内壁が建設されて、もう本当にあと少し設備が据え付けされれば工事の完了ができると。植物工場事業にとっての中東地域っていうのはもうこれほどにないいいマーケットだなっていうのが、やっぱりまず大変厳しい気候、まあ、特に夏場気温が40度から50度くらいまで上がってしまうので、やっぱ自国内で生鮮食品を作ることが大変難しい。もちろん当社だけで植物工場事業はできなくてですね、まあ、そこには必ずオフテーカーといって生産された作物を買い取ると、まあ、そこでも選定作業があって、まあ、最終的にたどり着いたのが我々のパートナーであるタミミマーケッツ。スーパーマーケット事業者としてあるべき機能を全て兼ね備えている会社だと思っています。The off-season for growing fresh product, it got too long. When you look to the percentage of imported fresh food to the kingdom, it reached up to 80% from total consumptions in the kingdom. بعيداً عن موضوع المستورد غلاء الأسعار وارتفاع القيمة. It's a game changer. Comparing to some product we're gonna produce it just Riyadh City and supplying our store within 24 hours after harvesting. まあ、そこから技術パートナーということで最終的にたどり着いたのがイタリアのゼロ社になります。このプラントはゼロの UAE にある研究栽培施設になりまして、より良い栽培レシピを開発するためにいろいろな研究を行っています。この根っこが空中にぶら下がっているのが分かると思うんですけれども、雑菌の繁殖リスクっていうのがなくなるので、この技術を使うと収穫してから一回も洗わずに食卓に並べることができるのが一つ特徴かなと思います。美味しいです。すごいですよね。完全にその他の栽培方法だとできないんで、なんかマニュアルって全くないんですよ、商社の人間って。やっぱり前線に行って少しでもやっぱり前に進めるというか、それが多分僕の仕事かなというふうに思ってます。研究施設の入り口なんですけど、ディスカバリーラボって書いてあって、ここで何か発明というか
植物工場って無限の可能性があるなというふうに感じていて、ゼロが今研究開発しているものの中には、例えばワクチンの原料であったりとか、違う産業の原材料を作るっていうこともできるんですね。Beh, a questo punto le applicazioni possibili sono tantissime. Da questo punto di vista le piante non sono più pensate per mangiarle. Grazie alla collaborazione tra la piccola azienda innovativa e la grande corporation credibile e autorevole, questi progetti sono possibili. 僕はこれからイスタンブル経由でまたサウジに行きます。ただそのやるっていうのは実はそんなに簡単なことではなくてですね、サウジアラビアでイタリアの会社とサウジローカルの会社と三井物産っていうこの3社の合弁会社を作るって結構ハードルは実は高いことなんですけれども、お邪魔します。ありがとうございます。お世話様です。どうですか？もうちょっとです。もうちょっと、はい、期待してます。ありがとうございます。三井物産サウジアラビア支店長の方が僕が入社時の時の近しい上司だったんですけれども、まあ、ありがたいことに三井物産のこの会社のリソースってすごい厚いので、やっぱりそれがあることによって僕自身も安心して事業ができているっていうのは事実としてあります。ここに来るまで本当に長い道のりでして、まあ、これが自分で作った工場かっていうような実感が湧き始めています。You know, we are almost there. The only pending action is to install the remaining equipment in the grow room. Almost there. Long journey. Let's do our best. But safety is the number one priority. 農業って全人類が生きていくにあたって欠かせないものだと思うんですけれども、僕の志はグローバル単位で気候の変動とか資源の制約とかビッグトレンドとして起きていく中で、三井物産の社員としてそれに対してサステナブルな形で農業生産における新しい常識を実現していきたいというふうに考えています。